はい、アドビコミュニティエヴァンジェルスの1位です。このチャンネルはプレミアプロの様々な情報を共有していくチャンネルです。特にバグですね、プレミアプロのバグを収集して、それに対する対応策を見つけて皆さんに共有していこうというチャンネルなんで、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。前回ですね、エッセンシャルグラフィックス の初級編ということで、入門編ということでお伝えしましたが、今回は応用編ということで、複数のクリップへ一気にフォントとかデザインを適用する方法、要は打ち替える、一個一個打ち替える、作り替えるよりも一気に適用することで手間は省けないかなという機能があるので、そのご紹介と、あとよくバグじゃないかと話題に上がるネタがありまして、字と字 の間、カーニングですね、距離感を詰めたり広げたりをショートカットでできないかという、前できてたじゃないかみたいな話もあるんですけど、それちょっとショートカットの設定が必要なので、そのお話もできたらなと思っております。プレミアノート、はい、それでは前回に引き続きエッセンシャルグラフィックスですね。前回初級編だったわけですけど、ここに同じようにエッセンシャルグラフィックスのテキストをずらずらと並べてます。プレミアノートはバグを撲滅するためのチャンネルなので、コメント欄にバグ情報をくださいねと、こうやって同じテイストのテキストを並べてるんですけど、結構ありがちなのが、こうやって打ち込んで作った後に文字の色を変えてくれとか、フォント変えたいとか、そういう要望があったりもします。レガシータイトルの頃は一個一個変えないといけなかったんですけど、エッセンシャルグラフィックスではこれが一気に変えれると、それのやり方を今日はご紹介したいなと思ってるんですけど、まずは、前回もご紹介した通り、この上の、タブで、グラフィックスのタブで、右側にエッセンシャルグラフィックスのパネルが出ると。で、この編集ボタンを押すと、選択しているテキストの編集画面にできるということなんですね。このテキストを変えていきたいと思うので、ちょっとテスト変えてみましょうかね。クリップを選択して、文字選択して、色を変えてみましょうかね。赤っぽくして、ちょっとエッジもつけてみますか。これ前回やったやつですね。ちょっとギザギザしてる。ギザギザしてるときは、これかな。はい。で、そうですね。フォントも変えますか。フォントはじゃあ、ちょっと変わった感じの、ちょっと見にくいな。でっかいのするか。ごっついのにしてみました。こんな感じ。で、ちょっとエッジも軽くつけてあげて。こんな感じですね。で、当然これ今、このクリップの文字を変更したので、こんな風に他の部分はデザインというか、フォントも前のままですよね。でもこのデザインを他のクリップに一気に適用させたいと。その方法なんですけど、レガシータイトルではスタイルを保存できましたが、ちょっと似たような形ではあるんですけど、若干違うので、その説明をしたいなと思います。そうですね。今作ったクリップ、テキストを選択して、デザインを選択した状態で、ここですね。マスタースタイル。ここで、マスタースタイルを作成と。この項目を選びます。そうすると、名前の打ち込むウィンドウ出てくるんで、赤、太文字。何でもいいんですけど、名前決めて、OK をします。そうするとですね、かな、はい、これプロジェクトパネルなんですけど、シーケンスとか素材に並んでるプロジェクトパネルですね。ここに登録されます。要はワンクリップみたいな感じで、こんな感じですね。登録されていくので、ここに増やしていくことができます。これを、例えばここですね、他の文字、まだ変更されてない文字にを複数選択して、ここにドラッグします。そうすると、はい、見事文字が全部作ったプリセットというか作ったデザインに変更することができました。これ一気に変更できるっていうのはすごくでかくて、今までレガシータイトルもこの機能欲しいと言われたんですけど、なかなかできなかったんでね、エッセンシャルグラフィックスならでは の機能なのかなと思いますが、はい、ぜひ活用していただけたらなと思います。で、ちなみにですね、今の方法でこれですね、マスタースタイル、これによって次々とプリセットといいますか、形を作っていって、ここに保存していくことができます。で、いっぱい保存してしまえば、こんな感じで、ね、レガシータイトルのスタイルのように、自分で保存して管理すれば、
プロジェクトの中にあるクリップとしてあるので、そういう形で保存して使い回せば、これをね持ってきて適用するだけでいろんなフォント、いろんなデザインにどんどん変えていくこともできるんで、これを溜め込んでいくっていうのもすごい手かなと思います。でですね、あともう一つですね、エッセンシャルグラフィックスでよく言われるのが、このテキスト間のカーニング、文字と文字の間ですね、これを、まあ、ここにカーニングの項目があるんで、こう広げたり詰めたり、ここの数値ですね、数値を変更することで広げたり詰めたりすることができるんですけど、まあ、ここにカーソルを置いた状態でショートカットで変更していけないか、実際レガシータイトルはそれができてたので、ショートカットで一個一個広げたり詰めたりができないかという話だったんですけど、正確に言うとこれデフォルトではできないんですけど、ショートカットの設定をすることでできるようになります。マッキントッシュの場合、左上のプレミアプロのキーボードショートカット、この設定ですね。これショートカットのパネルを開きまして、ここの検索窓でカーニングと打ちます。はい、そうするとカーニング調整できるショートカットの設定がここにあります。今何も設定されてない状態なんですけど、例えばここかな、ここかな、この辺りか、このカーニングを50ユニット単位で増加、これのショートカットを設定してみたいと思います。ここをオプションを押して右とか左でよくやるんで、これまあオプション右で増加、オプション左で減少にすると、まあ、増加するってことは広がるってことで、減少っていうのは詰めるということですね。で、ここを見ると1ユニット、5ユニット、50ユニットとあるんですけど、実は5ユニットとかで以前は設定されてたんですけど、5ユニットでは、レガシータイトルではちゃんと分かりやすく動いてたんですけど、エッセンシャルグラフィックスではユニットに対する動き幅が小さくてなかなか分かりにくかったんですね。で、50ユニットって広げて、広いユニットの部分にこれを設定することで分かりやすく動いてくれます。なんで、ぜひこれで一回設定してみてください。この状態で OK をしますね。これで設定されたはず。文字の間にカーソルを置いて、オプション右。あー、来たね。オプション左。これで広げたり詰めたりができるようになります。これもともとはデフォルトで入ってたショートカットなんですけど、いつの頃からかショートカットから外されまして、あるのに設定されてないから動かないみたいな。なんで結構バグじゃないかみたいな話があったんですけど、設定し直せば動きます。はい。ぜひこれを使っていただけたらなと思います。プレミアノート。いかがでしたでしょうか。結構ね、実は使いやすい機能が入ってたりとか、知らないけど実はできたりとか、そんなことも多々あります。なんで、まあ、バグじゃないかなと思ったり、こんなんできないかなと思ったら、ぜひコメント欄にですね書き込んでいただいて、みんなで情報を共有していけたらなと思っております。レガシータイトル2回とエッセンシャルグラフィックス2回と、4回にわたりですねテキストツールの話をしてきましたが、特にまあエッセンシャルグラフィックスはまだまだ進化するしていってくれるはずなので、その都度情報を発信していけたらなと思っておりますので、ぜひチャンネル登録もねしていただいて、期待していただけたらなと思っております。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。